こんにちは、ゴッドコウタンでーす。挨拶とさよならの挨拶は元気な声で行いましょうと小さな頃に先生や大人の人によく言われたものです。なので僕は動画の最初は必ず元気よく挨拶をするように心がけています。そして目の前にいるのは行商人が乗っているゾウさんですね。普通行商人つったらラマを2体、青色の変な悪趣味な布つけて連れ歩いているイメージがあるのですけれども、このアレクセイズモッドを入れた状態の行商人さんは、その悪趣味な布切れをゾウさんにも使っているわけか。なんだそれ。どうしたちょっと行商人さんからこのゾウさんを救ってあげなきゃいけねえな。行商人、逃げるな、ゾウくん。ちょっと待ってくれ。よし。僕のゾウさんだ。もう君いなくていいから。あれ。待って、乗れない。ゾウさん、全然乗らせてくれないから、モブボトルの中に入れておくわ。で、僕は撮影会で手に入れたこの馬さんのを使って拠点まで戻りましょう。そうですね。今日は動物を捕まえる時間です。今から僕が捕まえるべき動物というのが、こちらのページのこちら。ヘラジカという動物です。大きな角が特徴の鹿の仲間ですね。この動物は雪のツンドラつって、まあ要は寒い地域に住んでいるとのことらしいので、この自然のコンパスを使って寒い地域を指してもらっています。距離にして3,723メートル。この距離をダイヤモンドの鎧を着た馬と一緒に旅をするわけです。僕は死なずに、次のシーンにはきっと僕は寒い地域へとカット、ジャンプしているところでしょう。待て、なんかいる。トビネズミ。ああ、かわいい。ああ、かわいい。ああ、ああ、かわいい。ちょ、かわいいね、お前。なんて、え、かわいいな、ちょっと。いやー、読めないな。かわいいね。トビネズミって、あれだよな。ちっちゃいカンガルーみたいなよ。ネズミみたいなよ。そんな感じの動物ですよね。砂漠トビネズミみたいな砂漠バイオームに住んでいるようなイメージですよ。暑い昼間は、外に出ず。夜の涼しい時期になったら活動を始めるというなかなか賢い生態を持ったネズミさん。それがトビネズミっていう名前のネズミです。全く東京に住んでいるドブネズミとは大違いだよ。可愛さのベクトルがね。あ、出現率 0.0%のピンク色の羊さんだ。可愛い。でも別に僕ピンク色の羊には興味ねえ。興味があるのはその奥だ。氷と雪で生成されている樹氷バイオームだ。ここにいる固有の生物を僕は捕まえたい。例えば雪氷だとか、それからヘラジカだとか、そういった類の動物だね。待って、なんかいるぞ。あれは、ゲラダヒヒ。ゲラダヒヒ、喧嘩してるよ、大丈夫か、お前ら。今、僕の体の中の何かが、こいつらには近づいちゃいけないって言っている。この仲間同士でも喧嘩するような、超凶悪そうで、かつ超凶暴そうな、この動物の近くに行ったら命はないと、そう言っている。あ、来ちゃった。ゲラダヒヒ。草原や岩場に住んでいる猿です。昼間は一頭のオス、数頭のメスや子供からなる小規模な群れで、草原で食事をとっている。でも夜になったら100頭以上の大規模な群れを作り、崖の上などで休むそうです。威嚇をするときに上唇を裏返して剣歯を剥き出しにするそうですよ。雑食性で、木の葉っぱや果実、虫なんかを食べるそうです。ちなみに日本では特定動物って言って、まあ、飼えないってことだね。じゃあ、この場所で一旦一泊二日しますか。お休み。リスポン地点を固定。こうすることによって間違えてお猿さん倒したとしても僕が死んだとしても。ああごめん。冗談だって冗談。ね、嫌だわ。本当に。これだから野蛮人は。早い。君たちとホモサピエンスの違いを教えてやろう。火が使えるか否かだ。ほら。火だぞ。ははは、野生動物は火に怖がるって言ってたじゃないか。怖かった。うーわ、怒ってるし。怖ー。しかも見て、ピンクの歯茎を見せびらかしてるよ。さあ、どうしよっか。興味本位で殴ってしまったから、ここから帰る手段がないぞ。全員モブボトルの中に捕まえてっていうのもありっちゃありかもしんないけれども、それはちょっと面倒くさいな。遠くまで行くか。よし、決めた。こっから、馬に乗って遠くまで行こう。さすがにゲラダヒヒとやらは、この馬の速度にはついてくることは、いてついてこれるかな。ついてこれそう。ついてこれそう。あー、でもついてこれね。はっはっはー
僕のこの速さに君たちはついてこれそうだな。待って待って、意外と速い、意外と速い、意外と速い。あ、そうだ、いいこと考えた。あそこに雪山があるじゃろ。雪山には粉雪っつってな、一度足を取られたら凍結するまで脱出することができないっていう恐ろしい自然のトラップがあるんですよ。それにおびき寄せればあの猿たちを一網打尽にできるのではないかとね。おい、こっち来いよ。どうした、怖いのか、ビビってんのか。ゴッドコータン一人ごときに君たちは翻弄されるのだ。ここが人間と君たちの知能の差ですよ。死ぬ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 、ちょっと待って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 、はいはい、かしこい、はい、かしこい。違う、同じ霊長類なのに、どうしてそんな非道なことができるんだ。僕人間なのに、あの野生動物め許さんぞ。ヤホー、ジェラダヒヒ、マントヒヒみたいな名前してるよな。僕が死んだのって、あかわいそうに。ダメージが聞こえるってことは多分ここだよな。ここで僕が死んだってことだろ。あ、かわいそう。かわいそう。まあ、自業自得なんだけれども、僕、君たちに向かって全く同情したりはしないけれども、お猿さんが雪の中に埋もれて凍え死ぬのを待つとしよう。で、待って、危険が去ったら、僕は、ゆっくりとアイテムを回収すると。そんな目で僕のことを見つめないでくれよ。黄色と黒の警戒色してさ、人間に向かって俺らは危険だぞって言っているような目をしている。危険な目だ。野生動物の目だ。人間がこんな目をしていたらおそらく一発で精神病院に行っちゃうなってぐらいには危険な目だ。ここが人間と猿の大きな違いですよ。人間は愛嬌があるけど猿にはないもん。ねえ。やっとくたばったか。かわいそかわいそ。同情はしてやる。ただ、それ以上のことはしてやらない。こいつらの注意散漫が招いた悲劇だ。あとは雪バイオームに行って、なんだっけ、あの、ヘラジカでしたっけ、でっかい鹿さんを捕まえる。やりましょう。あー、いた。僕の目的の動物。ヘラジカですね。ヘラジカ。体長 2.4 から 3.1 メートル。体重700キロぐらいの世界最大の鹿です。角の大きさは最大で2メートルを上回り、繁殖期になるとオス同士で巨大な角をぶつけ合って戦います。この時期のヘラジカは気性が非常に荒いらしく、人を襲うこともあるそうです。寒い地域に住んでおり、草食だそうですよ。まあ、見てわかるか。この図体で肉食だったら怖いわな。じゃあ、ヘラジカさんを捕獲してみましょうかね。あ、喧嘩してる。どっち勝つ？お互いダメージを与えているような様子はないな。ただお互いのお互いの角を絡め合っている。これは一種の儀式的な何かかな。どちらの続きの方が強いかみたいな。なかなか終わんないな。こういう儀式ってのは途中で終わらせたり無理やり邪魔するのはよろしくないなっていう風に本能的にわかるんだよな。カップル同士の間に変なおじさんが入ってきたら、はったおしたくなるでしょ？それと同じような感じだよね。今目の前で美しいことが起きてんのに、それを邪魔するってのは良くない。映画館の中で携帯をいじるような愚行だ。だから、ヘラジカさんのこの喧嘩が終わるまで待ってあげようかなとも思ったんだけど、ただ待つまでの時間はないから、捕獲しとくわ。続きは僕の収容室の中でやってくれ。頼むな。そして、この雪バイオームにはヘラジカだけじゃないんですね、いる動物は。他にもいてね、例えば、雪氷。雪に覆われた山岳地帯で見られる大きな猫型の動物だそうですよ。つまるところ、雪に住んでいるヒョウさんですね。肉食の猫さんですよ。雪ヒョウ、標高600から6000メートルにある岩場や草原、針葉樹林などに生息している。夜行性だけど、人がいない環境や夜だったら昼間にも活動することがある。肉食性で、犬やヒグマ、狼なんかに獲物を奪われることもあるそうです。ちなみに、絶滅危惧種です。図鑑にはここに雪ヒョウがスポーンすると記述されていましたから、ここで雪ヒョウとやらを探してみましょうか。ヘラジカいますね。バイソンいますね。なるほど、雪バイオムっぽいな。いたぞ、雪ヒョウだ。あいつが雪ヒョウだ。よし、じゃあ雪ヒョウ捕まえるぞ。ドゥ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 、一旦殴る。ペイ。おーし、
いいダメージだ。よし、ってことでユキヒョウを捕獲することができました。なかなか早い段階で捕まえることができましたね。それはよかったよかった。僕あの動物捕まえたことあるっけ。白頭ワシ、アメリカの国鳥ですよね確か。白頭ワシ、翼を広げると2メートルにもなる北アメリカに住んでいる最大級の鳥です。体色は茶色いが頭は白色をしていて、主に魚を捕食します。爬虫類や哺乳類、動物の死骸なんかも食べて、アメリカインディアンの多くの部族では白頭ワシを聖なる生き物として見なす文化を持っている場所が多いそうです。一旦ちょっと好奇心で、いや、まあ普通飛ばない、普通に着地して普通に殴ってきた。面白みのもの字もなかったわ。あ、待って、今いた、今、あ、不死鳥だ、不死鳥マルコ。ちょ、僕あいつのこと捕まえる。あいつのこと僕捕まえるから、もう、ユキヒョウとか正直どうでもいい。ユキヒョウなんて、そんなもん、知ったことじゃねえ。あの伝説の鳥を捕まえるんだ。でもって僕は永遠の命を手に入れるんだ。僕は死なない、死なない、殺すな、殺すんだったら、あの、不死鳥を捕まえてからだ。あの不死鳥を捕まえたい。そうしたい。ね、不死鳥どこ行っちゃったの？不死鳥あんなところにいる。どうやって捕まえるべきなんだろうか。不死鳥さんを捕獲する手段がわからないよ。だって、このままだったら不死鳥さんが向こうの彼方へ飛んでいってしまうわけだからね。エリトラとか持ってこない限り、あいつのことを捕獲することできなそうだな。おい！こっち来いよ！あれ。聞いちゃったよ。今回は雪バイオームに住んでいる動物たちをあらかた捕獲できたので、ここまでってことで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。撮影外に拠点に戻って全部収容施設の中に収容しておきましょうか。さすがにここから戻っていくのはね、家に親がそろそろ来る時間帯なので。ってことでバイバーイ、みんな愛してるよ。